お世話になっております。日本の人口増加を目指す男、藤江です。今回はですね、恐怖、大分県で謎の大量死ということで、数百人規模でね、謎の大量死が出たであろうと思っておりますけれども、グラフでお伝えしたいと思います。大変なことが起きております。はい、こちら、大分県の死者数ですけれども、大分県のホームページから私ね、取りまして、数字を打ち込んでグラフにしてみました。縦軸が死者数で、横軸が1月から12月まで。今、2017年、青の線だけね、表示してありますけれども、まあ、こんな感じですね。順番にこれから2018年、2019年と出していきます。はい、2018年、こちらです。はい。まあ、重なっていますよね。2019年がこちらです。重なってますね。2020年が黄色です。はい。重なってますね。2021年が水色です。はい。重なってますね。2022年が緑です。ちょっとどうですか、皆さんね。8月、この開き。異常ですね、これはね。そして12月の方までね、大分県、異常に死者が増えています。けれども、今回の本題は、2023年の1月です。どの辺に来るか。はい、こちらでございます。おかしくないですか？これ。これですよ。2022年、前年の1月と比べたときに、もう500人ぐらいね、増えていますよ。35% 増えたということで、僕は今知ってる限り、1月の死者数、全国でね、いろんな地域で、ものすごい死者増えているんですけども、その中でも、私が知る限りですけどね、今のところ、大分県がトップの増加率です。異常ですよ、これ。グラフ見てわかりますよね。そして、さらにですね、市町村別、大分県の市町村別にも見たんですけれども、気になった市があります。それは、はい、県庁所在地、大分市です。同じようにね、グラフ見ていきましょう。大分市の死者数、大分県のホームページから取得しました。はい。2017年が青ですね。2018年出します。はい。はい、こんな感じ。2019年、グレー。はい。2020年、黄色。はい。2021年、水色。はい。2022年、緑。やはり県と同じように、8月と12月、気になるところではありますが、1月、どこに来るかというと、こんなところに来ます。おかしいですよね、皆さんね。僕はこれをね、おかしいと思うし、ちゃんと地元の方にね、知ってほしいと思う。なので、大分県行ってきます。行ってきます。もう時間がないんでね、もう一刻も早く伝えないといけないから、もう急なんですけれども、はい。3月の5日、あさってですね、行くことにしました。大分県民謎の大量死。超緊急講演会を開催させていただきまして、まずは地元の方に、この死者激増のね、異常死、大量死の現状を知っていただく。そして、その上でね、じゃあ市民がどうやって動いたらいいのかね。まあ、そこまで一緒に考える機会としましょうよ。はい、3月の5日、午後4時からですね、16時から午後6時、18時までとなっております。場所は、ソレイルというね、施設、大分駅から徒歩10分のところ、6階の椿という会議室を、今日は3月の3日なんですけどね、先ほど契約いたしました。参加費は無料でやります。で、大分県に行くにあたりまして、僕ですね、まあ、この方にはね、ちょっと大分行くんであれば、先に話を通しておかないとね、失礼かなと思うね、まあ、YouTube のね、先輩がいまして、大分といえばこちらですね。ご存知ですね、皆さんね。はい、登録者ね、今13万5千人いらっしゃるね、野中慎介さん、まあ、看護師の YouTuber の方ですけれども、ね、大分で今ね、活動していらっしゃいますんで、野中さん、僕ですね、ちょっと大分県でね、野中さんの地元で講演会させてもらいたいんですけどね、いいですかね、ということで、
相談しましたところですね、なんと野中さんもこの講演会参加してくださることになりました。野中さん、ありがとうございます。はい、まあ、基本的にはですね、私の講演会と、まあ、質疑応答を中心としたね、時間配分考えておりますけどね、まあ、野中さんにもね、少し話をしてもらう時間をね、設けたいと思っておりますんで、大分の皆さん、急なご案内ではございますけれども、よろしかったらご参加ください。で、参加方法なんですけれども、事前申し込み制でございます。で、申し込み方法はですね、いつもこのやり方、僕やってるんですけれども、参加希望の方は、この動画ですね、この動画のコメント欄に、参加希望というコメントをしてください。そして、私からですね、受付しましたという返信がありますので、それをもって申し込み完了となります。参加希望の方はですね、この動画のコメント欄に参加希望とコメントをください。で、もしですね、定員になったようであれば、その時点で締め切りとさせていただきます。九州といえばということでね、もう一つご案内をさせてください。北九州市もね、ものすごい死者の増え方だったんですけどね、ここですよ、1月がね。過去6年がここなのに、ここということで、2月の10日に北九州市が1月の死者数発表したんですけどね、このグラフをね、僕ね、作ってびっくりしたんで、2月の13、14ね、ビラ配ってきたんですね。自分でビラ作ってね、ビラ配ってやってきたんですけども、ありがたいことにね、この2日間で、30名以上の方がね、いや、藤江さん、手伝いますよってことで、一緒にビラ配りしてくださって、4000枚以上ビラをね、配ってきました。で、さらに、ありがたいことがね、起きまして、なんとそのね、ビラ配ってくださった方が、もっとビラを配りたいというね、リクエストをしてくださいまして、新たにですね、3000枚、先ほどのビラを刷りました。そしてそのビラをですね、北九州市民に配りたいという方ね、いらっしゃいましたら、配ってくださる方いらっしゃいましたら、そのビラの受け渡しの会がありますので、3月4日、明日ですね、朝9時から12時の間、小倉駅の南口の2階にあります、小倉祇園太鼓前、この辺りですね、この辺りに男性の方がね、いらっしゃると思いますね。僕はちょっとね、都合つかず行けないんですけれども、男性の方がね、ビラ持っていらっしゃると思うから、そこでね、ビラを何部くださいということで、受け取っていただければと思います。で、もちろんですね、その受け取ったビラを、小倉駅のね、近くで配りたいという方もね、いらっしゃるかと思います。小倉駅ね、人の出会いでね、非常に多い駅ですんで、そのあたりはですね、各自の判断でやっていただければ、ありがたいなと思っております。あとですね、最後になりますけども、このニコニコチャンネルプラスというところで、私の講演会の今後の予定をまとめてあります。今回はですね、大分の告知でしたけれども、その後もですね、埼玉とか千葉とか徳島とかいろいろ予定ありますんでね、藤江の講演会いつどこであるのか知りたいよという方ね、よかったらチェックしてみてください。まずは3月の5日、大分付近の皆さんとお会いできることを楽しみにしております。今回は以上です。藤江でした。ごきげんよう。体に気をつけて。また会いましょう。